お、14位だ。見えてる。よいしょ。じゃあ行くか。見えてる。見えてる？走るか、じゃあ。なに、J、なに、今起きたの？今起きたの、J。あ、2時ぐらいに起きたんだ。じゃ今から寝る感じか。今日暇？今日暇？ボンさんはどつ？はい、ボンはどつ。Jさん、今日暇だよ。嘘。J さん、モデルとかやんのって興味ない？写真の被写体。俺今日暇なんだけどさ、写真の練習したくてさ、モデルやってくんね？ダメ？ポートレート。できるかな。いや、あの、うまくできる必要がない。俺が、あの、全然言うから。もし暇だったら、昼ぐらい。今から走って風呂入ってだから。暇？どこだっけ、住んでんの。この辺じゃなかったっけ。間違えた。鹿田のぞみさんヌードかな。くだらねえからブロックな。あ、メガネ持ってきちゃっていいか。あ、バッテリー忘れた。バッテリー忘れたわ。ダメだ。ADHD 全開だな。バッテリーにつないで。バッテリーにつないで、あれ、バッテリーこいつか。ノアジョンさん、ワドさん、おはよう。おはよう。よし、オッケー。
タイムキーパーやった方がいい。もちろんだよ。忙しかったらあれだけど、やってくれたら助かるね。すげえ。J さん、とりあえず配信見て待機しとくね。家割と近いし、ポンさん了解。どこら辺だっけ？ LINE にさ、どこら辺に住んでるか送っといて。いや、もし OK だったらもう約束しちゃいたいかな。ノアジョンさん、髪の毛イメージュエンしてる、素敵よ。ありがとう。ブルーにしたね。レッドだったんだけど、イメージからブルーに変えた。かぶりたくなかったから。でもね、ストレスでてっぺんはけてきてんだよね、後頭部と。薬飲むわ。なんか3ヶ月間ぐらいで髪の毛爆破する薬があるから、もう完全にストレス。なんかおでこにも効くらしいよ。3年薬それ飲むと、あの何パーセントだっけな、 78% 毛が生えてくるっていう。その前性欲なくなるらしいんだけど。完全にストレスで、ね、頭頂部が抜けてんだよね今。ノアジョンさん、本当に聞くの？あの、聞く。もう気配薬あるんだよ実は。今日15分から走るわ。もう今日15分から。こちらは OK。 15分聞いてんの？数えにくい、わらわらわら、数えにくい。じゃあ20分、またテレビ20分からだったら。なんで数が数えらんねえのかわかんねえけど。エアコンの処理。20分、ありがとう。20分にしようか。じゃあボンにはハードル高いのか。5分からは。太ももがちょっと筋肉痛だな。この筋肉痛でどれくらいのタイム出んだろう。ノアジョンさん、ポカポカで気持ちいいね。ねえ、今日天気いいね。ポンさん、準備運動できるから良いね、わらわらわら。そうね、しっかり。ちょっとやっぱり若干筋肉痛残ってるね。動けないっていう筋肉痛じゃなくて、少しピリッとするぐらいの。どれだけ走るの？ 5 キロ。あ、フォローしてないんで、総次郎さんブロックです。さよなら。ノアジョンさん、シルバーとかパープルも似合いそう。シルバーどうなんだろうね、似合うかな。
パープルとか似合うかな。パープルだとおばあちゃんみたいなんじゃないの紫おばあちゃんみたいなんじゃない。もっと黒、濃い紺みたいなブルーが良かったんだけど、アクアブルーみたいな。でもまあうまく入ったよね、青。自分でやったにしては綺麗に入ったんじゃないかな。自分で染めたのめっちゃ綺麗やん。うん、ブリーチ3回やったけどね、もう頭皮ボロボロだよ。マジでハゲてきてるから後ろやばい。ボンさんボン色落ちしたからラインサムネにしといたからイメージ伝わるといいけどね。わら、え、色落ち早くね、ボン。あれあれ1ヶ月ぐらいでしょ。早くね。多分俺こっからはそんな落ちないと思うよ、しっかり入れたから。まだ少し水色出てくるけど。あー体硬い、痛え。ボンさん3ヶ月は経ってるよ。じゃあまあまあ、でも抜けんの早いな、下手だな。よし、俺抜けないじゃん。赤の時も抜けなかったでしょ。あんまり過激に入れないもんな、安全第一だから。4ヶ月だったわ、わらわらわら。根元入れ、入ってないんだよね、根元。根元が金なんだよね。それが気になる。もう一回染め直すけど。5分長えよ、ボン長えな。ボンさん今日はいい天気だね、わらわらわら。すごいピーカンだよ、ピーカン。眩しいもん、夜属性だから眩しい。しかも通勤ラッシュに走らないから多分人いないし、昼でもないし。ああ幼稚園生だ。
兄弟さんカチンコを3個プレゼントしました。白鳥玲子さんおはようございます。 J さん LINE 送りました。マジで OK。 風呂入っといて。多分今から30分走って俺が風呂入るから12時昼ぐらいには、昼から動けるね。家がどこにあるかだけど。 J さん念入りに洗ってきます。そして W いやよでさ書いたら俺しか読めないから、いやよで住んでるところ書いてくんない？184って数字で書いて、そしたら俺しか見えないから。あと服ピックしておいてほしい。かっこいい服、個性的な服持ってたら、何系の服持ってるか分かんないけど、まあ可愛い系でもいいし、可愛いかかっこいいかに寄せてもらえれば、ちょっと派手めのっていうか衣装っぽい服。じゃあそろそろか。さあ今日は何分でいけるか。トレーニング再開2日目ですからね。J184 で住んでるエリア書いて、どこら辺か。数字で184。そう、音出ないでしょ。 J さんあれ W、 いや音が出ないってことは俺にしか分かんないってこと。俺は読めてる、それで合ってる。数字で184って書くとサイレントコメントだから俺しか見えない、リスナーは見えない。合ってるよ。それで住んでるエリア、あ、オッケーオッケー、思い出した。オッケー、じゃあ俺が行くわ。そっち駅集合でいい。駅集合、オッケー、思い出した。この前教えてくれてた。あとは服だね。おっしゃ、じゃああと1分前です。思い出した思い出した、教えてくれてた。ボン OK、 20分からね。さあ今日はどれくらいで走れるか、今日も全力疾走でいきましょう。トレーニングなんで。ただちょっと太もも筋肉痛。 OK、 ありがとうボン。今日も全力でいこう。30秒前、昨日が26分40秒だったね。筋肉痛がどう影響するか、フルームテックどうなるか。前半苦しいんだよな。でみんな応援コメントも書いてね。いくよスタート。ただの
はいよ。Thank you.
ハーフ。匿名ただの映画好きさんパチンコをプレゼントしました。匿名ただの映画好きさんパチンコをプレゼントしました。匿名ただの映画好きさんパチンコをプレゼントしました。
はい、膝痛い。はぁ、ピキッた。ちょっと遅いな。左膝壊したな。痛え。うわ。
25分。左膝痛い。ああ、くそ。ああ。いって。ぐねった先。痛い痛い痛い。やば、ギリギリ、膝痛えな。27分利用。30分ギリギリだね。ゴール51秒。タイムあんま良くなかったね。
ありがとう、ボン。今日のタイムキーパーはボンです。ありがとうございます。お疲れ様です。ちょっと今日良くないね。昨日キレッキレで26分40秒だったけど、ちょっと3分遅れてるのはね、多分朝飯を入れたっていうのと筋肉痛っすね。心肺機能戻ってない。明日走ったら一日休みます。お疲れ様です。皆さんアイテムありがとう。あと花火くれた人ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと今日調子良くなかったっすね。まあでも30分切れたんで、まあまあよっしょしましょう。ストレッチしないとダメだね。トレーニングあとね、疲れが抜けてないっつうか筋肉が。やっぱ飯食うのやめましょう。あの走る前は体が重いっすね。忘れてた。ということで今日のタイム29分51秒、5キロ、お疲れ様でした。左足ぐねったのが気になるんだよな。軽くぐねった膝が。
強いね、今日ね。頭クラクラする。なんだろう。無料アイテムいらないよ。無料アイテム投げるぐらいだったら他行って。うちも課金者限定でやってくから。次投げたらブロックね。私もアイテム投げるやつだけでやっていくから、二度と来ないで俺の枠。役に立たない人間はいらない。カチンコを3個プレゼントしました。はい、ブロックです。リスナーさんからもらったポカリ飲もう。タイマー、疲れた。今日天気いいや。オン3でも12位まで上がってるの。それはあれでしょ、さっき J がいっぱい投げてくれたからでしょ。無課金アイテムの人なんか何の役にも立たないよ。無課金で1位取れたやつ見たことあんのかよ。こう無課金が投げたって一発のアイテムで終わっちゃうんだから、知ってるでしょ、もうそういう仕組みなんだから。ここは
金ないやつは用がないってサイトが言ってんだよ。おじさんそうだね。そう。金のないやつはサイトはいらないっつってんだから。フォローもす、あ、なにこの子かわいい。と思ったら俺のことフォローしてねえじゃん。ブロックだな、こいつ。なんだよ。あれ、返事返ってこないな。ボンさんいいねを10個プレゼントしました。おい、ボンありがとう。ボンさんバーガーを2個プレゼントしました。ボンありがとう。サンキュー。ボンさんハートを2個プレゼントしました。ボンありがとうね。ボンありがとう。お疲れ様。おー、ニンニンお疲れ。肺と心臓だな。肺と心臓。あと髪の毛だな。肺と心臓と気配薬だな。この3つが整ったら完璧だ。ニンニンさん、よかった。ロードワーク頑張ってるみたいで。うん、頑張ってるよ。あれ、連絡ないな。じゃあ俺リスナーさんのこと取りに行くわ、写真で。ちょっと風呂入るわ。配信するかどうかわかんないわ。
じゃあみんなお疲れ。おつおつ。ありがとう、ね。ボンさん頑張ってたお。うん。ありがとうね、ニンニ。ボン、お疲れ。